じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。私の愛用のギター、ドラゴンフライっていうの、はい、知ってるな、名前はあんの。最近結構あの東京の有名な人使ってるみたいですね。手作りじゃなかったね、これ。でも僕のオーダーです。あ、オリジナル。オリジナル、どういうこと。まあ簡単に言うと、うん、こういう形で、うん、こういうパーツは全部これにしてもらって、うん、この形も切って持てんの。はい、自分用に。まあそうです。ほー、やりまんな。しかもそのドラゴンフライっていうのができた時よりも前にできてるんですね。だからまあ言うたらそこのメーカーの第1号機。あはは、は自慢しまんな。はい、どういうとこやのこれ。これはまあちょっとあのまあ一般的にストラトキャスタータイプ、はいはいはい、フェンダーのストラトキャスタータイプ近いんですけど、ちょっと小ぶりなんですね。はいはいはい、ちょっと小さめな、小さめです。で、まあここの握りもちょっと普通のストラトよりもちょっと薄くて、細くて薄い感じで、日本人はやっぱり外人に比べるとちょっと手が小さいので、はあ、こう握くっと握り込めるような感じにオーダーはしたんですけど、あとはもうお任せで。本来はこうピックアップって言うんですけど、本来はこの一本のやつがこうついてるタイプが多いんですけど、もうこれはあの一応ハンバッカーでちょっとパワーがあるやつですね。まあ僕ハードロック好きなんで。ハードロック好きってハードロッカーや。はい、そういった他何もできへん。そうです、全く持ってます。あんたはこれで行ったん、あのなんかどっかロスかなんか行ってたり。はい、これで、これで行った、はい。ちなみにこれステンレス製なんですよ。あのこれがフレットって言うんですけど、これステンレス製で、うん、本来ギターのフレットって結構減るんですよね、はいはい、こう擦れて、はいはいはい。でもでよくこの辺が減っていって音が詰まってくるんですけど、はあはあ、これ15年経っても減らないんですよ、はあ。